平成25年4月4日昨日私のところに一通のメールが来ました。内容は、茨城県日立市十王町に住んでいる男性から、私の体は被爆して、高い放射線量が出ていると、ぜひ、私の体を、線量計で測ってみて取材してほしいという内容でした。そして今日マクドナルドで待ち合わせしたので早速行ってみたいと思います。では行ってみましょう。昨日メールをくれた森田さんですよね。はい、森田です。それでは早速なんですけども、メールにいただいた内容を、それについて詳細を確認したいと思います。はい、原発事故当初はどちらに住んでいました？10年ぐらい前に、日立の十王に越してきたんです。でそれからずっと住んでます。原発事故当初というのは外で仕事してましたか？外で仕事してました。それはもう朝から晩まで外にいたっていうことですか？そうです、朝から晩まで外で。自分の体の線量が、高いということを、気づいたきっかけは何ですか？はい、12日の爆発の時は、まあ、体には何の変調もなかったんです。14日の3号機が爆発した後、後から体調に変化があって、で体がなんかチクチク痛くて、で吐き気も何度も戻して、で鼻血もずっと止まらなかったんですよ、2週間ぐらい。で友達に相談したんです。そしたらその友達が冗談交じりじゃなく、被爆してんじゃないかって言われたんですね。で友達の持ってる線量計 で自分の体を当てて測ってみたんですよ。そしたら高い放射線量が出て、それでびっくりして。それでは私が今日持ってきた線量計で、その体を測定してもいいですか？はい、では早速、私が持ってきたこれ線量計です。これで測ってみたいと思います。0.5 マイクロシーベルトありますね。ちょっと服まくってもらえますか？どのようなものを食べていましたか？はい、地元の野菜、魚をなどを食べていました。で飲み水も地元 の水道水、を飲んでました。で今日水道水持ってきたんで、これも測ってみてください。
それではこの紙コップ用意したんで、こちらの方にその水をあげてください。はい、について、どのぐらいの放射線量があるのか、またこれは各種識別測定器なので、各種の方も測っていきたいと思います。それでは各種の識別をしてみたいと思います。識別には5分弱ほど時間かかるので、ちょっとこのまま待ってみます。識別の方が終わりました。測定器の方ではこの水に含まれている、放射性物質はセシウムの137、セシウムの137です。どうやらこの男性は福島第一原発事故以降、地元の野菜や魚、水道水などを体に取り入れ内部被曝している模様です。